反転攻勢のウクライナ軍、一部の領土奪還を発表。ゼレンスキー大統領は防空システムの強化を訴える。反転攻勢を進めるウクライナ軍は3日、東部と南部で一部の領土を奪還したと発表しました。一方、 北部ではロシア側のドローン攻撃が続きゼレンスキー大統領は防空システムの強化の必要性を訴えていますウクライナのマリャル国防次官は3日この1週間でウクライナ軍が東部と南部で合わせておよそ37平方キロメートルの領土を奪還したと SNS に投稿しました一方ウクライナ北部スーミ州では3日 ロシア軍による複数の攻撃があり、ドローンが集合住宅を直撃するなどして5人が死亡したということで、ゼレンスキー大統領は防空システムの必要性を強調しました。ウクライナ、ゼレンスキー大統領。ウクライナの防空システムを最強のものにするため、可能なことも不可能なこともすべて行う。 ゼレンスキー大統領は、領土を守り、敵の攻撃を撃墜するための十分なシステムは備えられていないとして、ドイツのショルツ首相と防衛面における協力拡大について協議したことを明らかにしています。徐々に南進主張、温存戦略化、勢いかく反転攻勢1ヶ月、ウクライナ、 ウクライナは作戦の着実な進展を主張している。マリャル国防次官は3日通信アプリテレグラムで南部ザポロジエ州のメリトポリとベルジャンシク方面に向かって1週間で28.4平方キロを解放したと発表。徐々に難進していると説明した。ビリニュースで 11、12の両日開かれる北大西洋条約機構、NATO 首脳会議までに成果を示したいところだ。要衝、トクマク。ロシアのプーチン大統領は6月13日、クレムリン、各個大統領府で、ロシアメディアの従軍記者たちと会談、会見し、ウクライナの反転攻勢は6月4日に始まったと述べた。 戦火を誇示して対決姿勢を鮮明にしてきたが、同23日に民間軍事会社ワグネルの乱を迎えた。ただ、ウクライナ軍の反転攻勢も勢いを欠いていると見られている。南部戦線では、アゾフ海まで到達し、クリミア半島とロシア本土をつなぐ補給線の分断を狙うが、特に、 メリトポリとベルジャンシクへの進撃には不可欠の要衝、トクマクへの進路をロシアの厳重な防御に阻まれ開けていない。ロシアのショイグ国防省は7月3日、どの方面でも敵は目標に届いていないと主張。旧ソ連のアフガニスタン侵攻時代の古い兵器をウクライナの占領地に持ち込んで、なりふり構わない防御体制を強いているとされる。 戦車隊控えるウクライナ軍は突破口を開いた後ロシアの占領地を奪回するための戦力を温存していると推測されているレズニコフ国防相は2日ツイッターにドイツ製戦車レオパルト2の動画を投稿数十両のレオパルトが能力を見せつけるためにウクライナに来たその時が来ると戦車部隊による新たな展開を示唆した レズニコフ氏は6月28日付の A 氏フィナンシャルタイムズ電子版とのインタビューでは西側諸国の戦車部隊はまだ前線にほとんど投入されていないと説明していた西側の報道では最近反抗作戦の遅れが指摘されるようになっており士気を高める狙いもありそうだ対するロシア側は3日レオパルト戦車16両を戦闘不能にしたと主張し 過度な期待だったことは明らかだ。かっこショイグ氏と対抗意識を剥き出しにした。ウクライナ軍、ロシア軍の侵攻直後から、ロシア軍のドローン3600機破壊。7月に入ってからも奇襲続く。7月に入ってからも、イラン製軍事ドローンでの奇襲が続き、5日間で100機破壊。 ウクライナ軍によると2022年2月24日から2023年7月4日までに破壊したドローンは3600機を超えたドローンは監視や偵察だけでなく攻撃でも使用されているロシア軍は2022年10月からイラン製軍事ドローンシャハド136を多く使用して ウクライナの軍事施設や民間インフラを早朝や深夜に攻撃しているそのような軍事ドローンを多い日には1日数十機迎撃して破壊しているミサイルと軍事ドローンの組み合わせで攻撃されることが多いが軍事ドローンはミサイルよりも多く使用されている2023年5月には1か月で600機を撃破し 一ヶ月間の撃破数の記録を更新した。6月も400機以上のドローンを撃破した。ロシア軍によるイラン製軍事ドローンでの奇襲の勢いは7月に入ってからも収まっていない。ウクライナ軍はドローンを撃破すると公式 SNS でよく報告をしている。イラン製軍事ドローンシャハドでの奇襲が激しいことから同機を破壊すると 破壊した数も伝えている。実際にはもっと多くのドローンを破壊しているだろうが、カウントされて公式に公開されているドローンの数は3600機である。ドローンは戦車や大砲のように大型ではない。上空で破壊してもバラバラになってしまって残骸や破片が見つからずにカウントされないことも多い。 虫けらのように潰される。プリゴジンは消息不明。ワグネル解体が招くロシアの悲劇的な末路。ロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘員はウクライナ戦線へ送らない方針だ。6月30日、ロシア市ベドモスチは同国の国防委員長がこう声明したと報じた。 ロシア大統領府はワグネルを解体するとも表明。ロシアは全ての問題を克服し、ますます強くなっていると胸を張った。ロシアが克服したとされる問題。6月23日にワグネル創設者プリゴジン氏が突然 SNS に悪事を止めなければならないと投稿し、ロシア軍へ起こした反乱に起因する一連の騒動だ。 不意打ちを食らったロシア軍は兵士へ呼応しないよう呼びかけるが、ワグネルとの衝突で軍用機7機が撃墜され10人以上が戦死したと言われる。ワグネルは首都モスクワ南約 200km まで進撃。だが反乱は突然頓挫する。プーチン大統領の顔に泥を塗った。 沈黙を守っていたプーチン大統領が裏切りだと痛烈に避難し、鎮圧に乗り出す構えを見せたからです。同盟国ベラルーシのルカシェンコ大統領は、プリゴジン氏を電話で忠告。虫けらのように潰されるぞ。よく考えろ。と、本意を促したと言われます。ルカシェンコ大統領の説得を受け入れたプリゴジン氏は、決起翌日の24日には撤収を発表。 ベラルーシへ事実上亡命したと思われますが、消息は不明で正確な所在は分かっていません。突然の武装放棄でプーチン大統領の顔に泥を塗ったのですから、ただでは済まないでしょう。全国紙国際部記者なんとかプリゴジン氏の反乱を抑え、当局が誇示するように、すべての問題を克服克服したかに見えるプーチン大統領。 しかし、ワグネルを解体し、ウクライナ戦線に送らないと決めた方針が、ロシア軍を壊滅的な末路に導くという。ロシア情勢に詳しい、筑波大学名誉教授の中村逸郎氏が解説する。ウクライナとの戦争で最も戦果を上げていたのはワグネルです。理由の一つが、彼らが持っていた最新鋭の武器にあります。 ワグネルは正規軍ではありません。ロシア当局も存在を正式には認めていない。そのため、殺人や強姦など、重犯罪を犯した受刑者を登用するなど、やりたい放題なんです。武器に関しても同様のことが言えます。プリゴジン氏が公言しているように、ワグネルはウクライナで米国製の最新兵器を買い漁っていました。 敵国から武器を購入するなど、正規軍では考えられないことですが、民間のワグネルではできた。ワグネルの解体は、最新武器を備えた精鋭部隊を失うことにもなります。旧式の装備が多いロシアの正規軍は、今後ウクライナに撃破され、悲劇的な結果を招くことになるかもしれません。ワグネルを存続させれば維新に手痛い傷がつき、 解体すれば、ウクライナ戦線での壊滅につながる。プーチン大統領は、プリゴジンの反乱で大きなジレンマを抱えることとなったのだ。